はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、久々にラム酒ですね。買ってきました。ハバナクラブの3年です。こちらが、ラム酒、かなり有名な、ね、ラム酒といえばハバナクラブというレベルの、なのか、まあ、かなり有名ですね。基本的に、バーとかだと、多分、ラム酒といえば多分このハバナクラブが出てくるんではないかと思われます。肥沃なキューバの大地から収穫された上質のサトウキビを原材料に最適な環境と伝統的な技術によって作られるハバナクラブ3年はオークダルでじっくり熟成された深くコクのある味わいです。カクテルをより豊かな味わいに仕上げ、キューバの代表的なカクテル、モヒートやダイキリ、の材料になくてはならないものです。原産国がキューバ、カッコ、スペインにて瓶詰め。アルコール度数40度。容量が 700ml。こちらが、山屋で、値段が1300円ぐらいとか、ね、で買ってきました。それでは。これのね、ハバナクラブの7年もあったんでね。買おうかなと思ったんですけど、2300円ぐらいするんでね。ちょっと高い。高いんで、ちょっとやめました。まあ、とりあえず、3年の方をね、ストレートで行きたいと思います。乾杯。うん。ああ、結構あれだね。癖が強いね。うん。うん。あ、すごい。香りがすごいな。結構。これホワイトラム、うん、ではない。若干黄色がかってるから。これ何にラムなんですか？ハバナクラブ3年でググりまーす。うわー、結構香りが強いね。うん。これはあれだな。ホワイトラムじゃないな。若干ダークっぽい。ダークではないけど。なんだっけ。バカルディのラム酒に比べると、断然こっちの方が癖が強いね。むちゃくちゃ強いね。むちゃくちゃっていうか、うん。バカルディのホワイトラムはすっげえ飲みやすいからな。ほとんど一応ホワイトラムらしいですね。へぇ。いや、ホワイトラムにしたらすっげえ癖強えな。かぁ。すっげえ癖強えな、これ。大切り。へぇ。ホワイトラムとしては珍しく、オークダルで熟成された後、ろ過、瓶詰めされたもの。熟成を経たことで甘さとフルーティーさを合わせ持ち、フレッシュで軽い味わいに仕上げられています。バニラやカラメル、バナナのアクセントに、ほのかな多くの香りも漂います。確かにちょっとバナナの香りするな。言われてみると。確かにちょっとバナナっぽいもんな。うん。あ、確かにバナナっぽい。なんかバナナの香りするわ。だぁ。うぜえ、このサイト。あ、熟成1年以下のやつもあるみたいです。ハバナクラブのブランコっていう。これ見たことない。
ウィキペディア。ハワナクラブはキューバの、マヤベケ州サンタクルスデルノルテで製造されているラム酒のブランド名。ホセ・アレチャーバラが1878年に設立したブランドだが、1959年のキューバ革命によりオーナーであったアレチャバラ家はスペインへ亡命。製造会社が国有化された。アレチャバラ家はアメリカへ移住し、ハバナクラブの商標を登録。この商標の使用許可を得て、バカルディから、ハバナクラブ名のラム酒が、アメリカ国内のみ、販売されていたが、商標の更新を行わず、1973年に商標権は失効している。商標はキューバ政府公団が、翌、1974年にアメリカで申請登録申請し、1976年に承認された。まあいいや、よくわかんないからいいや。まあこれストレートで飲む、まあどうなんですかね。ちょっと癖が強いんで、まあ癖強いな。癖強いな、これ。これは癖強いわ。まあ、ストレートで飲むんだったら、やっぱホワイト、バカルディのホワイトが一番美味しいんじゃないか。てか、バカルディのホワイト、マジであれ、ストレートで飲むと、すっげえ美味しいんだよ。なんか、あの凄さは、すごいな。他のラム酒飲んで、あれ飲むと、うえーってなるよ。すげえや、なんか、スムースな。これラム酒っていうレベルの、驚くレベル。ロックだったっけ？ロックで飲んだんだっけな？すげえ、やべかったもん。まあ、でも、ホワイトか。ホワイトラムはあんまり、まあ、カクテルに使うか。ダークラムはやっぱストレートとかだけど、あれだよね。ホワイトストレートに飲むことあんまないから。だいたいホワイトって、ホワイトラムはあれだから。だいたい、なんかと混ぜるか。まあまあまあ。まあまあまあ、ハバナクラブは有名だけど。まあ、あれじゃない？なんかで割っても、結構この香りが生きてくるんじゃないかな、これは。まあ大体俺が割るのって言ったらコーラで割るけど、ねえ、ラム酒って。あれだな。まあ割るのにも向いてるホワイトラムみたいな感じか。バカルディのホワイトだったらストレートでロックとかで美味しいんだけど、これはちょっときついね。あんまりストレートとかロックは多分きつい。
これは割るのに向いてるな。キャプテンモルガンとかもあるけど、キャプテンモルガンあれ、キャプテンモルガンのあれゴールドラムか。キャプテンモルガンは確かホワイトラムあったっけあれ。ゴールドラムぐらいしかなかった気がする。キャプテンモルガンはな、確かに。まあ、これよりも多分強い。なんか香りとかが多分強い。確か強かった気がするけど。キャプテンモルガンは、まああれは、なんかすげえ臭かった気がする。臭いっていうか。キャプテンモルガンどんな味だったっけな。多分そこら辺にあるんだけどさ。キャプテンモルガンそこら辺に確かあった気がするんだけど。キャプテンモルガンを探すのがめんどくさいからいいや。探すのはめんどくさい。ので、ハバナ、ああ、まあいいか。でもさ、やっぱさ、コスパが多分一番いいのはさ、おそらく、あれですよ。ストレートで飲むとすると、濃いやつだったら、やっぱりなんだっけ、俺が一番大好きな、ラム酒の、あれなんつったっけな、マイヤーズのダークラム、あれが鉄板です。あれが、重いの飲みたいときは、マイヤーズのダークラム、鉄板。で、軽いの飲みたいときは、バカルディのホワイト。これだな。で、汎用性が高いのはバカルディのホワイト。これ割ってもうまい。割ってもうまいし、割ってもすごい、スムースな味わいなんで、すごい。マイヤーズのダークラムは、あれは、すごい香りがフルーティーで、あれはやべえな。あれはやべ。うん。カクテルの相性といいのが、やっぱりバカルディのホワイト。ですね。あれ以上のスムースなね、ラム酒は多分ないんじゃないかな。あれほんと水みたいなもんだ。バカルディのホワイト本当に水みたいなんだ。いい意味で水みたいなんだ。すごい、ウォッカみたい。ほとんどウォッカの、ウォッカレベル。マイヤーズは割と安くてダークラム、ダークだから。あれはうまい。ストレートで飲んでも美味しい。ロックで飲んでも美味しい。うん。やっぱ一番微妙な立ち位置なのがゴールドラムなんですよね。個人的に一番微妙だと思うのはゴールドラムなんだよ。ダークラムもちょっとあんまりあれなんだけど、俺大体割って飲むから、割って飲むってなると大体ホワイトなんだよ。だいたいコーラで割るから、コーラで割るといいのがだいたいやっぱホワイトラム。なんですよ。バカルディの8年熟成美味しかったね。バカルディの8年、うまかった。ふぅ。
ああ、結構酔っ払ってきたな。結構早いな。酔いが早いな。ラム酒はやっぱりあれだろ、チョコレートだろ。つまみはチョコレートだ。最近そう、今日山屋行って買ってきたんですけど、トニックウォーターのがね、500ml のなんだっけ、カナダドライのやつが売られなくなって、山屋で売ってたんですけど、そこら辺のスーパーでもね、前売ってたんだけど、売ってなくなったんだよね。それがきついんだよな。あれが一番コスパが良かったんで、買ってたんですけど。あ、あとね、今日は車の、オイル交換行ってきたんですけど、皆さんオイル交換って何ヶ月に一遍行ってますかね？俺1年で2回行くようには大体してるんですけど。まあ、3ヶ月に、早い人は3ヶ月に1回とかね、行く人はいると思うんですけど。めんどくさいんで、半年に一回で、って感じです。で、今日エレメントも交換したんですけど、ディーラーの方で、やってもらったんですけど、普通に、エレメントの、交換だ、エレメント交換で、普通のオイル交換無料なんですよ。なんかクーポンみたいなので、あるんで。だけど、今回は、エレメント交換だったんで、1500円かかってね。で、しかもあと、ついでに、アンテナが、車のアンテナがなんか折れたんで、それ直してもらったんですけど、それで7000円かかって、合計8500円ぐらいかかって、うひゃーってなった。高いな、やっぱ。なんか、わざわざディーラーでやってもらわないで、エレメント交換とか、イエローハットとかで、任せた方がいいのかな？そっちの方が安いのかね？オイル交換、いくらぐらいなんだろうな？イエローハットでオイル交換ってどんぐらいなんだ？値段。オイル交換っていくらぐらい？オイルポイントカード。オイル交換、工賃無料。フィルター交換工賃無料。1年間無料。1年間1000円か。
工賃無料って言うけどさ、そのオイルのさ、工賃は無料なのは分かったんだけど、工賃じゃなくて、その、いわゆるさ、あの、オイル自体の値段も無料なのかが分かんない。工賃はだいたい500円なんだよ。で、そのエレメントとかの値段が多分1000円ぐらいなんだよ。だからその1000円はかかるのかどうなのかです。ちょっとわかんないですね、これ。よくわからん。よし、ということで、ハバナクラブ3年。コク。甘み。香り。まあ、微妙じゃない？これ。うん。4343です。ご視聴ありがとうございました。